まいみまい、みーでーす。はい、私は今、シンガポールにいまーす。イエーイ。はい、前回の動画で私はベトナムからシンガポールに移動してきましたっていうことで、シンガポール2日目でーす。はい、前回の動画見てくださってる方はわかると思うんですけれども、私シンガポール2日目大寝坊から始まりました。最悪、昨日ね飲みすぎちゃったの。もうね、このホテルが最高すぎて本当に飲みすぎた。ワインボトル一人で1本開けたんだよ。それはさすがに起きれないよねーということで、現在の時刻13時、昼の1時です。やばいやばいやばい。ということで早くチェックアウトしていきたいと思います。今日はね、皆様にね、私のシンガポールで過ごす1日をお届けしたいと思っているので、楽しみにしておいてください。あー楽しみ、シンガポールで何しようということでね、今回も無計画なんですけれども、行き当たりばったりで、あんまり事件を起こさないように、あんまりポンコツを起こさないように、1日楽しみたいと思います。それではチェックアウトしてきます。はい、ということで無事チェックアウトできました。ということで今タクシーに乗り込んだんですけれども、とりあえず荷物が重たすぎるので、次のホテル、今日泊まるホテルに荷物を預けてチェックインしてから観光に向かいたいと思います。こっからね2キロぐらいで着くらしいんですけれども、さすがシンガポール、全然タクシー安くない。今からね700円払って荷物が重たいので仕方なくタクシーに乗ってるんですけれども、電車があるから今日電車乗れるかな、シンガポールの電車とかも乗ってみたいなって思います。それではとりあえずね、次のホテルにチェックインしていきたいと思います。はい、ということで無事ホテルに荷物を置いてきました。ということでね、私はまずザ・シンガポールというところにやってきました。シンガポールといえばここマリーナベイサンズですよね。マリーナベイサンズの今真下にやってきています。見てすごくない？そしてそしてそしてじゃん、見てください、これがマリーナベイサンズ。初めて見た、めちゃめちゃ大きい。皆さんもね、この有名なホテル、屋上に有名なプールがあるホテル見たことありますよね。すごーい、今まで写真でしか見たことなかったから迫力がすごいです。ということで私は今その真下にいるっていう感じなんですけれども、私が今歩いてるところはこんな感じです。すごいの、目の前には大きいショッピングセンターとかあって、めちゃめちゃ広いです。ということでちょっと本当にお腹すいた、もうお腹すきすぎて今何にもできない。だって朝から何にも食べてないんだよ。まあ自分が朝寝坊したのが悪いんですけれども、ちょっと二日酔いも治ってきたのでランチを食べたいと思います。このマリーナベイサンズに泊まっていなくてもこの中でランチが食べられるみたいなので、ちょっとご飯屋さんを探していきたいと思います。やばい、めっちゃあったかい。見て私の今日の格好、めっちゃ涼しい格好してるんだけど、これでも暑い、もう水着で歩き回りたいと思うぐらい暑いです。ということでとりあえずマリーナベイサンズの中に入ってみます。はい、ということでこのホテルの真下にやってきました。すごい、ちょっとここは正面玄関じゃないっぽいんですけれども、ちょっと暑すぎるのでとりあえず入っていきたいと思います。あー涼しい、開けごま、あ、びっくりした、すごいめっちゃ涼しい。本当だ、ご飯屋さんたくさんある。何食べよう何食べよう。っていうかね、シンガポールに来て思ったんだけど、こうやってね日本語が記載してある看板が多いの。ちゃんとタクシー乗り場とか、ほらチェックインカウンターとか、こうやって日本語の表示が多いのでめちゃめちゃ助かってます。っていうことで本当にありすぎてちょっとよくわからなくて迷子なんですけれども、とりあえず今日食べるランチを探しに行きたいと思います。何食べよう、すごいみんなニコニコしてこっち見てくれる、ハロー探します。待って、広すぎて迷子なんだけど、マジで広い、多分タワーが2つあるのかな、わかんないわかんないわかんない。行きたい料理屋さんを見つけたんだけど、そこまでたどり着くことが今できないの。すごい見て、ちなみに私の目の前は今こんな感じでブランドのお店がたくさんあるっていう感じですね。皆さんお買い物してるのかな。ねえお腹空いた、本当に本当にお腹空いた。インフォメーションをとりあえず探したいと思います。見て、インフォメーションでお姉さんが丁寧に教えてくれました。私がねハテナハテナハテナっていう顔で聞いてたので、こうやって丁寧に書いてくれました。ということでね、ここを右に行ったらあるみたいなので歩いていきたいんですけれども、見てここすごくない？ここでねティーもしたいなって思ったんですけれども、ここはあんまり爆食するような場所じゃなさそうなので、ここはやめました。けどさめっちゃ素敵なんだけど本当に、っていう感じでね、もう本当に素敵な空間が広がっているんですけれども、私はそんなことよりも本当にお腹が空きすぎてやばいので、とりあえず向かいたいと思います。すごい、ご飯屋さんがたくさんあるところにたどり着いたみたいです。私は、私の行きたい場所はどこ、ありすぎてわかんない、てか人多すぎ、ていうかさなんでこんなに混んでるんだろうって思ったらさ、今日土曜日だからか、だからさ子供連れのファミリーとかも多いんです。本当にめっちゃ人多いんだけど、これ大丈夫、ていうか見て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 、一風堂があった、一風堂すごくない、一風堂があるよ、ラーメン、ちょっとラーメン食べたい気もするけど一風堂は我慢します。あ待って、探してたお店あった、じゃーん、小籠包のお店です。ハントンパラダイ
っていう中華のお店かな。ここに来たかったの。ここめっちゃ美味しそうなの。ということでこのお店に入っていきたいと思います。すごくない？目の前のこのシャンデリア、そして上から見た景色がこんな感じです。すごい、あそこで子供たちが遊んでいます。あそこでご飯もピクニックしてる人いるよ。すごい。とりあえず入ります。ねえ聞いて聞いて、さっきの行きたかったお店さ、2、30分待ってくださいって言われて混みすぎて、もうね無理無理無理、絶対に2、30分待てないと思ったので目の前のお店にやってまいりました。ここも美味しそうなの。じゃーん、ソンホーっていうお店らしいです。ここもねアジア料理、郷土料理が食べられるみたいなので、ここに入りたいと思います。ちょっと待って、聞いて、本当に無理、本当に無理なんだけど。あのねここのお店入ったんですけれども、アルコールが売ってないって言われて、普通のカフェだったんです。美味しそうなご飯あったんだけどさ、さすがに私今お酒飲めなかったら本当に死んじゃうと思ったので出てきました。あー、いつになったらご飯食べれるのって感じなんですけれども、やっぱりここの小籠包のお店に戻ってきましたということで、やっぱりここに入ります。やっぱり来たかったところだから20分結局待ちます。はい、ということでやっとお店に入ることができました。見て、やばい、現在の時刻15時44分、3時だよもう。いや、もう夕方の4時だよ。ということでね、私はまだお腹に何にも入れてないので、とりあえずビールを胃にぶち込みたいと思います。タイガー頼んだ、タイガー。あ、やっとだ、朝から水しか飲んでない。ということで見て、キンキンに冷えてるグラス、最高すぎる。これを求めてたの、ずっと起きてから。あー、美味しそう。ということで皆様、私がご飯にありつけるまで約2時間かかりました。本当に何してんのって感じなんですけれども、シンガポール2日目に乾杯。生き返った。でもすきっぱらにさ、ビールをぶち込んでるからめちゃめちゃ酔っちゃう感じがするんですけれども、美味しい。もうね、胃全てが今ビールを吸収したの。私の胃全てで今ねビールをこうキャッチしてるの。それをめちゃめちゃ感じるんですけれども、やめられません、止められません。それでは料理を待ちたいと思います。はい、ということで一品目届きました。一品目はね、私がねメニューを見た瞬間一目惚れした料理なの。見て、じゃーん、私の故郷岡山のどんぶら、ここです。見て、桃の肉まんを頼みました。美味しそう。いつも私がエンディングで言ってるどんぶら、ここの桃です。これは頼むしかないよね、さすがに。見て、めっちゃ可愛くない？なんかちょっと乳首みたいでウケる。ということでいただきます。この中何が入ってるんだろう。わー、すごーい。何これ、え、何これ。いただきます。甘い甘い甘い、めっちゃ美味しい。これはデザートですね。やばい、本当に美味しい。なんかかぼちゃかな、なんかの種が入っててめっちゃ美味しい。あんこかな。ということで2品目、じゃーん、見てこれさ、上に具が乗ってるヌードル頼んだのに、なんか酢ラーメンみたいなのが出てきたんですけれども、ちょっとよくわかんないけど食べてみたいと思います。美味しいのはわかるんだけどさ、私酢ラーメン頼んでないんだけど。いただきます。うん、やばい、めっちゃエビの風味がする。めっちゃ美味しい。エビ風味がやばい。待って、マジで美味しい。やばいんだけど、本当に美味しい。海外来てからヌードル結構食べてたんですけれども、めっちゃうまい。一番優勝。うまい、やばいんだけど、やばい。乾杯。っていうかさ、私このマリーナベイサンズ来るまでに京都までホテルからタクシーで6分ぐらいかけて来たんですけれども、私ねシンガポールはほぼクレジットカードで切れるもんだと思って全然現金を持ち歩いてなかったの、その時で。タクシーの運転手さんにクレジットカード使えないよって言われて、え、どうしようと思って、そしたらいろいろね慌てふためいていたら、タクシーの運転手さんが無料でいいよって言って無料で降ろしてくれたの。めっちゃ優しくない？本当にごめんなさいって感じなんだけどさ、めっちゃ嬉しかった。なので、あのクレジットカード使えないところもあるので、さっきちゃんとお金を下ろしたんですけれども、優しい。最後までめちゃめちゃジェントルマンでした。お金払ってないのにさ、シンガポール楽しんでねって言ってくれて、優しすぎない？本当に惚れた惚れた。あー、それにしてもうますぎ。はい、ということで3品目が届きました。見て、めっちゃ美味しそうなんだけど、なんかエビの、なんだろう、エビのエビをなんかで巻いて蒸したもの、美味しそうなんだけど。4品目もね頼みたいものがあったんだけど、さすがに1人でこれを食べきれるか不安だったので3品目でストップしました。えらい、私えらい。この海外で我慢というものを覚えたのかもしれません。いただきます。やばいやばい、これもう比べ物にならない。他が、え、うますぎる。ブリンブリンって感じ。やばい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 。乾杯。ビールがなくなってしまうこの切ない感じ、切ない、切ないです。ビールがあとこんだけしかない。ということでおとなしく食べます。
ごちそうさまでした。あー美味しかった。お腹いっぱい。あの後ね、動画外でもう一杯だけビールを頼んじゃいました。さっきのお店ね、外観からわかると思うんですけれども、ちょっとお高めでした。なんとお値段、私一人だったのに4000円でした。ランチで4000円は高っって感じなんですけれども、私これまでさ、ベトナムとかで夜ご飯300円の現地食とかしか食べてなかったからさ、シンガポールはご褒美の国ということで、ちょっと自分をいたわっちゃいましたということでね、少し贅沢しちゃったんです。本当に美味しかった。本当に美味しすぎて今お腹がポンポコリンって感じなんですけれども、私の胃袋やばいんです。今私どこに立ってると思いますか？じゃーん、アイスクリーム屋さんに来ちゃいました。やっぱさ、ご飯食べた後はさ、お腹いっぱいだけど、スイーツは別腹ということで、ここでねアイスを頼んでいきたいと思います。めっちゃ有名なアイス屋さんらしくて、めっちゃ並んでいますね。はい、ということで頼んでしまいました。見て、めっちゃ美味しそう。私はティラミスとピスタチオのアイスをダブルで頼みました。美味しそう。待って、めっちゃ垂れる。ちなみになんですけれども、これいくらだと思いますか？これで980円です。ねえねえ、シンガポール高すぎ、びっくりするんだけど。アイスに1000円ぐらいかけたことないって感じなんですけれども、これね、イタリアで有名なチョコレート屋さんのアイスらしいから、絶対美味しいじゃんっていうことで、食後のデザートいただきます。あー、めっちゃこぼれる。うまー、やばいやばい、最高すぎる、幸せ。ちょっと私はね、あ、やばいやばい、今からどこに向かってるのかも全然分かってないんですけれども、次行きたい場所があるので、適当にとりあえず歩きながら食べたいと思います。あー、アイス美味しかった。めちゃめちゃチョコこぼれちゃってさ、さっきトイレで濡らして落としてきました。めっちゃ茶色くなっちゃってた。はい、ということでね、お腹もいっぱいになったということで、せっかくこのマリーナベイサーズに来てるからさ、展望デッキに行きたいじゃん。あそこに行きたくない？このマリーナベイサーズの上のこの展望デッキ、ここに行きたいと思って、今からここでチケットを買うみたいです。展望デッキに行くのにね、料金を払わないといけないらしいんですけれども、せっかく来たのでここでチケットを買っていきたいと思います。はい、ということで54階の展望デッキまでやってきました。すごい、見てください。じゃーん、こんな感じです。こんな感じで、こっちがこのマリーナベイサンズの先端です。すごくない？私は今宙に浮いているっていう状態です。すごい、景色がめちゃめちゃ綺麗。伝わりますか、この景色の良さ。観光客の方がね、めちゃめちゃいますね。すごい、こんな感じでね、こちらにはお酒が飲めるセラビという場所があります。すごい、景色が最高すぎる。見てください、皆さん、あちら側の遠くに見えるんですけれども、私が昨日泊まっていたウェスティンも見えます。すごい、めっちゃ綺麗。展望デッキはこんな感じです。広くない？めっちゃ。ということでね、この展望デッキなんですけれども、シンガポールドルの26ドルで入れることができたので、約2600円ぐらいかな。この展望デッキに来るには2600円ぐらいかかりました。あー、でも来れてよかった。やっぱさ、時間もないしさ、もう夕方だし、展望デッキも諦めようかなと思ってたんですけれども、本当に来てよかった。今日はちょっと曇りで少しだけ天気が悪いんですけれども、それにしても綺麗。見て、あ、すごい、カップルが可愛いポーズで写真を撮っています。すごい、カップルこうやってね、下に座って写真を撮るんだね。待って、めっちゃ可愛いんだけど、このカップル。ちょっとごめんなさいね、盗撮しちゃって。ということで、見てください、皆さん、あそこに見えるのがシンガポールのめちゃめちゃ有名なガーデンズバイザウェイという場所です。見えますか？私はね、今からあそこに行きたいんだけど、時間あるかなって感じです。すごい、これがね、夜ライトアップされたらめちゃめちゃ綺麗なの。ということでね、皆さん、夜も楽しみにしておいてください。ちょっとさ、こうやってみんな座ってさ、写真撮ってるから、私も一人で真似してみようかな。はい、ということで、私も写真撮ってみます。こうやってカメラを地べたに置いて、3、2、1。やばい、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。どうなんか顔暗くない？見えてる？外の景色絶対見えてないよね、これ。はい。ハロー、Thank you。 みんなのポージングの真似してみよう。隣のお姉さんはそうしてます。カップルはね、結構背中合わせにして写真を撮ってるの。こんな感じで、かわいい。どう？写真撮れてる？これ。あ、どうぞ。どうでもさ、絶対逆光で顔見えてないよね。景色見えてないよね、多分。聞いて、さっきね、一人で写真撮ってたら、このおじさまが写真を撮ってくださいました。めっちゃいい写真だったからさ、ちょっとサムネに採用させていただきます。ありがとうって感じ。見て、このおじさん可愛くない？さっきからずっと一人でね、自撮りしてるの。撮ってあげようかって言ってもノーセンキューって言われちゃったんだけど、優しく写真撮ってくれました。ということで、おじさんとツーショット。はい、ということで、次はどこに来たでしょうか。はい、次はね、シンガポールといえばっていうところの2つ目にやってきました、マーナイオン公園です。
です。やっぱさ、マーライオン見ないといけないよねっていうことで、さっきのこのマリーナベイサンズからここまで歩いてきました。結構ね、近いように見えてめちゃめちゃ遠かったです。ということで、マーライオンとの初対面、初対面、初対面、どこだろう、どこだろう。なんかさ、マーライオンってさ、なんかの雑誌で読んだんだけど、世界三大がっかりスポットみたいな感じで言われてるからさ、え、すごい、見て見て、すごくない？なんかさっきからね、飛行機とかこういうヘリコプターがめちゃめちゃ飛んでるの。そう、マーライオンってさ、世界三大がっかりスポットって言われてるからさ、めちゃめちゃしょぼかったらどうしようって思ってるんですけれども、どうなんだろう。あ、待って、あった、マーライオンだちょっと待って、なんか可愛いんだけど、え、めっちゃ可愛い、ちょっと見て、じゃーん、突如現れたマーライオン、すごい。確かにめちゃめちゃ有名な割にスンと現れましたね。まあ、めちゃめちゃ迫力があるかって言ったらそうではないんですけれども、すごい、初めて見たからめっちゃ感動してる。ということでね、観光客の方々がここでたくさん写真を撮っているので、私も撮っていこうかな。すごい、あそこに船もあるよ。見て、さっきまでいた場所、やっぱ迫力すごいね。それに比べてマーライオンちゃん、かわいい、なんかもう愛おしく見えてきました。私ね、マーライオンに来たらやりたいことがあったの。まずはペットボトルのお水を準備しまーすやばい、めっちゃ見られる、めっちゃ見られるグーッとって言ってくれたドーンやばい、めっちゃ笑われる、本当に恥ずかしい。ピット合ってる？合ってる？マーライオンのお水を飲みますおいしい、ヤミーかわいい、ちっちゃい女の子が不思議そうにこっちを見てる。そうだよね、ヤミーかわいい照れてるはい、ということで、いつの間にか暗くなってしまいました。やばい、いつの間にか暗くなってた。さっきのさ、マーライオンのところでちっちゃい子供たちとさ、ずっと遊んでたらさ、いつの間にか日が暮れちゃったんですけれども、聞いて、さっきの子供本当に可愛かったの。なんか私に一番懐いてくれた子はインドの子供だったんだけど、もうお目目クリンクリンで本当に可愛くて、もうマーライオンの目の前でずーっと遊んでました。ペットボトルでずっと遊んでたの。あー、本当に子供が欲しくなりました。一瞬だけ、いるよね、いるよね、子供とちょっと触れ合っただけで子供欲しくなったとかいう女いるよね。はい、ということでね、夜景が本当に綺麗だから皆さんに見てほしいです。じゃーん、見てください、この綺麗な景色、やばくない、この夜景。さっき私がいたマリーナベイサンズがあちら。マリーナベイサンズもさ、光がついてきてめちゃめちゃ綺麗になってきたの。ということで、今から光のショーが8時からやるみたいなので、そこのショーを見れるところに行きたいと思います。やばい、本当に綺麗、ロマンチックすぎる。待って、ロマンチックすぎて今一人で歩いててさ、ちょっともう一人で泣きそうになったんだけど。ええ、みんなカップルしかいない。え、カップル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 、え、カップルしかいないんだけど、本当にどうするって感じなんですけれども、とりあえず光のショーを見に行きたいと思います。やばい、めちゃめちゃ素敵な歌声が聞こえてきたから、ちょっと吸い込まれてみます。やばい、めっちゃ素敵な歌声、皆さん聞いて。こちらから光のショーがやるみたいなので、ちょっと待ちたいと思います。めちゃめちゃ素敵なんだけど。え、待って、すごい、光のお絵かきができるところ見つけた。待って、めっちゃ絵上手い人いるんだけど。え、この人めっちゃ絵上手いんだけど。こうやってね、光の携帯で絵を描くことができるんですけど。え、この人マジ上手くない？え、すごい、めっちゃ上手。子供たちめっちゃ可愛い。え、めっちゃ上手いんだけど、この人。え、すごくない？本当に携帯の光だけで描いてるんだよ、これ。じゃあ私はその隣に何て描こうかな。み、い、みー。こんなに素敵な絵の隣に描いて申し訳ないんだけど、ここにみーって記しときました。え、すごい、本当にこの人。はい、ということで、光のショーがね、始まるところにやってきたんですけれども、やっぱちょっとね、もう私はエネルギー切れになりそうなので、ビールを買ってきました。コロナビール。見て、これさ、蓋かと思ってさ、ちょっと振っちゃったらさ、全然蓋じゃなくて、ちょっとさっきこぼれちゃった。ということで、皆さん、シンガポールの夜に乾杯。最高すぎる、うんまー。ということでね、私の周りにはこうやってね、光のショーを待っている方がたくさんいるんですけれども、できるだけカップルがいないエリアを選びました。私は本当にもうね、カップルしかいなくてイチャイチャモード。もうね、雰囲気だけでも、もうそこら辺がピンクに見えるぐらいイチャイチャしてるカップルたちがたくさんいるエリアがあったんですけれども、そこは避けて、結構ね、家族連れの方や女友達と来ている方々がいるところに私はやってきました。なんかみんなさ、赤いバルーン持ってるんだけど、私も欲しい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 
子供たちがね不思議そうにこっちを見ています。乾杯。あ、うまうますぎる。ちなみになんですけれども、現在の時刻19時53分、あと7分で光のショーが始まるっていう感じですね。そう、私の目の前の景色見てください。私の目の前の景色、だん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 、じゃーん、やばくないですかこの景色。さすがにカップルたちがイチャイチャするのが分かりますっていう感じですね。やばい、本当に綺麗。これだけでも綺麗なのにさ、今からここで光のショーがやるんだよ。やばいやばい、感動しすぎて泣いちゃいそう。私、海外編が始まって約6日が経ちましたね。6日間一人でさ、海外でいるのさ、楽しいんだよ。いろんな現地の方がね、たくさん話しかけてくれるし、喋り相手はたくさんいるんですけれども、やっぱりさ、友達とかさ、家族と会いたくなるじゃん。6日間も経ったらって感じで、本当に光のショー見たら泣いちゃうんじゃないかなと思います。今でも泣きそう。ちょっと寂しくなってきたかもしれないって感じなんですけれども、おとなしく待ちたいと思います。一人でやばいよね、こんな場面でいて。光のショー始まってないのにね、一人でわめくのはちょっとやめたいと思います。それでは乾杯。待って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 、やばいやばいやばい、8時になってもさ、なんで光のショー始まらないんだろうと思ったらさ、場所が違った、反対側だった。待って待って待って、本当にやばい。終わっちゃわないかな。ちょっととりあえずダッシュします。あ、待って、あった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 、場所間違えることある、やばいんだけど本当に。見て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 、やばい。見てください皆さん、ちょっと人が多すぎてあまり見えないんですけれども、ちょっと頑張って前の方に行ってみたいと思います。待って、めっちゃ綺麗なんだけど。よかった、まだ第2弾があるみたいです。それでは一回ちょっと静かに見たいと思います。すごい、めっちゃ人いる。そりゃそうだよね、綺麗すぎる。やばい、めっちゃ水散ってくる。全然違うところでさ、私一人でさ、ぼーっとしながらビール飲んでたんだけど、始まってたのに。やばすぎ。あー、よかった、見れて。はい、ということで光のショーが終わったっていうことでね、本当に人が多すぎて本当にスリに合いそうだったので、とりあえずタクシーに乗り込みました。現在の時刻8時半なんですけれども、とりあえずホテルに向かいたいと思います。今日泊まるホテルね、本当に心配なの。ちょっと心配すぎるホテルを予約しちゃったんですけれども、頑張ってチェックインして、とりあえずホテルに着いてから皆さんに動画をお届けしたいと思います。それではホテルまでレッツゴー。はい、ということでホテルに戻ってきました。ということでね、聞いてください、皆さん。私はさっきホテルに戻ってきてから、私YouTube ライブ配信をしてたんですね。だから急いでホテルに戻ってきて、急いで YouTube 配信をした状態だったんですけれども、だからちょっと今ね、酔っ払ってるんです。 YouTube ライブでちょっとだけ飲みすぎちゃって今酔っ払ってる状態なんですけれども、今日のホテル見てほしい。ちょっと待って、本当にやばいのこのホテル。ちょっと見てほしい。それでは今日泊まるホテルのルームツアーをしていきたいと思います。ルームツアースタート。それでは皆さん確保しといてくださいね。まずドア開けてすぐ右側には、まあこういったね、服がかけられるハンガーがありますね。そして下にはゴミ箱、そしてもうここがメインのお部屋です。あ、ちょっと先に言っとくんですけれども、さっきライブ配信をしててめちゃめちゃ散らかってるんですけれども、皆さん引かないでくださいね。それでは行きます。だん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 、ちゃーん。え、やばくない？え、ちょっとこれ伝わってますか？めちゃめちゃ狭い。待って待って待って、まずメインルームの幅がここしかありません。そして机でしょ。で、皆さんこれどこにベッドがあると思いますか？上を見上げて、じゃん。待って、やばくない？ちょっと待って、ちょっと待って。二段ベッドどころじゃないの。ここね、奥になんかあると思ったら、全然これ鏡なの、ただの。ベッド上がるには、ここをまず一回登って、そして机を登って、ここの階段を登って、ベッド。
と待って、本当にヤバくないこのホテル。ミニマムすぎる、狭すぎる。そして私が今日使うタオルが1枚だけ準備してあるっていう感じですね。まあベッドは広いから全然大丈夫なんですけれども、まあ無駄にここにテレビもありますね。え、狭すぎませんか？ちょっと散らかりすぎてて本当にヤバい。これさっきあのライブ配信で飲んでたビールですね。え、もうさ、散らかってるよりさ、この狭さがヤバすぎて散らかってるのどうでもよくないですか？っていう感じで私は今日ここに一泊するんですけれども、待って、本当に狭すぎるんだけど、どうしよう。やばい、待って、こんなに狭い部屋初めてかもしれない。っていうことでね、私ここで一泊します。ねえ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 、さっきさライブ配信急いでさ設定してたりしてたからさ、全然部屋を見てなかったから全然こんなに狭いと思ってなかったんだけど、今改めて見てさびっくりしてる。え、こんな狭いことある？しかもさ、ここで一泊8000円だよ。8000円、高すぎでしょって感じです、本当に。で、ちょっと壁も薄いかもしれないからちょっとだけ静かな声で喋ってるんですけれども、やばすぎる。ねえねえ、前回の動画見てくださってる方はわかると思うんですけれども、前回さあんなに素敵で高級なラグジュアリー感あふれるホテルに泊まってたのにさ、落差やばいんだけど。昨日はパラダイス天国のようなお姫様になれるホテルだったのに、え、今日落差やばい。ねえ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 、落差やばすぎるんだけどって感じなんですけれども、とりあえず私お風呂に入りたいと思います。現在の時刻何時だ、何時、現在の時刻はやばい、もう少しで12時を回っちゃいます。23時56分、やばい、早く寝なきゃ、早く寝なきゃ。ちょっともう片付けはもうどうでもいいや。とりあえず散らかってるし、もう狭すぎるから片付ける気にもならないので、とりあえずお風呂に入っていきたいと思います。ここのシャワーどんな感じかわからないんですけれども、皆さんシャワーまでついてきて、怖すぎる。シャワーもトイレも共同なので、ちょっとシャワーとトイレとか洗面所がどんな感じなのかちょっと一回見ていきたいと思います。それではお風呂にレッツゴー。はい、ということでね、今コンビニに向かっておりまーす。夜道なんか怖いしさ、中目の前からさ変な人来たし大丈夫そう。あー、怖い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 。っていうことでね、コンビニどこ？っていうかさっきさライブ配信してたからめっちゃ酔っ払ってるんだけど大丈夫？って感じなんですけど、今私はコンビニになぜ向かっているかというと、しかも今こうやってパジャマなんです私。なんだけどね、お風呂入る直前に思ったの、今回のホテル歯ブラシが置いてない。歯ブラシが置いてないから、とりあえずコンビニまで行って歯ブラシを買いに行くっていうね。あー、陽気だ陽気だって感じでね、こんなにふわふわした状態で海外を歩いて大丈夫なのかって感じなんですけれども、皆さんとこうやって動画でつながっていたら私は殺されることはないだろうということでね、動画を回しながらとりあえずコンビニに向かっているっていう感じです。はー、無事に私は歯ブラシを買うことができるんでしょうかって感じなんですけど、ちょっと待って、コンビニどこどこ。こんな感じなんですけど、あー、なんかすごい怖い怖い人が見てきた。 80m って書いてあったのに、絶対私今 80m 以上歩いてんだけど、外国ってさ全然横断歩道ないからマジで怖いよね。あばー、ハローハロー。こうやってね、海外ではね動画を撮っていたら勝手に入ってくるんです。イエーイとか言って。待ってね、暑いんだけど、夜だけど、本当にコンビニはどこ。歯ブラシが欲しいだけなのに、歯ブラシを求めて3000里。とりあえずコンビニにちゃんと向かいます。私は、あー、待って、コンビニあった、セブンイレブン。はい、ハロー。ハロー。あ、コンビニ閉まってる。うん。あ、閉まってる。あ、クローズ、クローズ。あ、クローズ。あ、クローズ。12 p.m. え、12時なのにまだ。No, I want to have brush, brush. Oh, okay. I want to buy brush. Drinking alcohol? Yes. Yeah.酔っ払いおじさんに登場。 No, I'm Japanese. Japanese? Yeah. Ah, okay. What's your name? Me. M-I-I. Me. Me, me, me. Hello. Where are you from? Ireland. Ireland? Yeah. Yeah. Good. Bye. Bye. Good night. Bye bye. 待って、最悪。コンビニ閉まってたんだけど。ねえ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 、マジで最悪。ねえ、本当に最悪。ここまで歩いてきたのに。ああ、さあ、ヤッホー。この人大丈夫そう。一人で酔っ払ってるんだけど、え、友達と飲んでなかったわけって感じで、本当に怖すぎこの夜道。待って、カメラを止めることはできない、怖すぎるから。あー、なかなか男の人が4人いる。怖い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 。え、笑顔でずっとついてくるんだけど大丈夫この人。はーい。待って、死ぬ。陽気すぎでしょ、陽気。バイバイバイ。やばい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 人しかいない、本当に。早くホテルに戻ります。また歯ブラシないの、最悪なんだけど本当。どうする、歯ブラシないんだけど。無理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 。あ、でも、あ、待って、思い出した。昨日の最高のホテルで私歯ブラシ持って帰ってきた気がする。多分ね。え、ちょっと部屋に戻って歯ブラシ探します。
はい、ということでね、スーツケースの中をめちゃめちゃ探したら奥の方にいつ泊まったホテルの歯ブラシかわからないけど、とりあえず歯ブラシがあったので良かったですということでね、シャワー室に行きたいと思います。シャワー室どこ？なんか髪の毛乾かしてる人がいる。よいしょ、シャワーシャワーシャワー。あれ、ここはトイレでしょ。あ、シャワーあった。すごっ。待って、これさ、水浸しになるじゃん。え、なんかさ、水散ってきたんだけど。とりあえずシャワー浴びます。え、なんかここのシャワー室やばくない？あ、ここもシャワー室か。ここのシャワー室入ります。はい、ということでお風呂上がりました。気持ちよかった。ということで皆さん、いつもとちょっと画角が違うんですけれども、私は今からここの上のベッドに登りたいと思います。やばくない？階段が机って本当にやばいんだけど。登れた。カメラ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 。やば、狭すぎ、本当にやばい。はい、ということでこの隠れ家みたいなベッドに登ることができました。ということでね、本当に気持ちよかったんですけれども、シャワーが狭すぎて文句文句って感じです。ということでね、お風呂上がったらさ、いつもビールの時間じゃん。けどさ、私さ、さっきのライブ配信でこのビールともう一缶、そしてさっき動画外でこのコロナビールも全て飲み切ってしまって、今ビールがありません。飲みすぎ、マジで飲みすぎ。本当に今日水分ビールでしか取ってないっていうことで、本当に体に悪そうだから、今日はお風呂上がりのビールは諦めます。最悪。ということでお風呂上がりのパックをしたいと思います。あー、気持ちいい。最高。やばい、本当に今日お水を摂取してないことに気づいたので、今宵はこの狭い狭い部屋でパックかけるお水。乾杯。やっぱ違う、パックに水は違う。美味しくないお水、ビールが欲しい。ということでね、現在の時刻1時を回りました。やばいやばいやばい、1時を回りました。シンガポール2日目、夜更かししてばっかじゃん。昨日もさ、夜の3時ぐらいまで飲んでてさ、はあ、でもダメ、今日は本当に早く寝ないとダメということで、さっさと寝たいと思います。今日の私は俊敏です。ということでね、アラームもセットしたことだし、ゆっくり寝たいと思います。ああ、今日睡眠時間めちゃめちゃ短かったからめっちゃ眠たい。ということで私はもう寝たいと思います。ちなみにこのホテルは12時チェックアウトなので、朝は少しゆっくりできるっていう感じです。ということで、こんな変な格好とかしてみちゃったりしてっていう感じで、本当にテンションが今おかしいので、とりあえず寝たいと思います。はあ、本当に疲れた今日。皆様おやすみなさい。おはようございます。めっちゃ寝た気がする。昨日はアラームをかけずに寝たんですけれども、今何時だろう。怖い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 。携帯携帯携帯。え、ただいまの時刻、え、11時30分。やばい、寝すぎた。でも久しぶりにこんなに寝れた。何時間寝た？9時間ぐらい寝た気がする。はぁ、ちょっと待って、チェックアウトの時間が12時だから、あと30分でこのお部屋を出ないといけません。このアルプスの少女のハイジの小屋みたいな部屋をあと30分で出ないといけないんですけれども、はぁ、マジで本当に起きたくないんですけれども、とりあえず起きたいと思います。寝すぎた。とりあえずメイクしまーす。はい、ということでギリギリ荷造りができました。ということでこの千枚お部屋バイバーイ。あ、なんかあんなところにライトあったんだね、知らなかった。ということでね、今回のアルプスの少女ハイジみたいな小屋みたいなホテル、バイバーイ、チェックアウトします。はい、ということで無事チェックアウトできました。ギリギリだった。ギリギリすぎてさ、清掃員の方が目の前まで来てて、清掃員の方がちょっと荷造り手伝ってくれました。優しかった。ということで今回このホテル、一昨日はさ、あんなに素敵なホテルだったのに、今日はなんでこんなに狭いホテルなのって思ったんですけれども、全然ゆっくり寝れましたね。はい、ということでシンガポール今3日目です。はい、私は今からある場所に移動します。ということでね、本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらー、ここ次はどこに行くでしょうか。バイバーイ。